皆さんこんにちは。今日は VG オーキッドというオランダの生産者さんのタイニードールズというシリーズのマイクロコチョウランを紹介させていただきます。このシリーズをですね、私は去年の11月からずっと探していて、で今月ですね、約8ヶ月ぶりぐらいにやっとスーパーの店頭に並び始めたので、私いろんな店舗を回って急いで3色、こちらですね、ピンク系、赤系、あと紫系ですね、3色大人買いしてきました。1株 5.99 ユーロです。安いですね。このシリーズですね、本当に私大好きで、ですね、このまずこのバランスの良さと小ささが本当に大好きなんですよ。ちょっと測ってみましょうかね。ですね、高さがだいたい21センチから22センチぐらいですね、高さがね。で、お花も、私の手と比べて、めちゃくちゃお花が小さいってわけじゃないんですよ。お花は結構そこそこ大きい。そして花茎が短いんですよね。だから葉っぱとお花の距離がすごく近いんです。これが、このバランスが私めちゃくちゃ大好きなんですね。で、去年の終わってから、この子のクローンがどうしても欲しくって、高めを出すのにチャレンジしたんですけど、ことごとく失敗に終わりましたね。あれは辛かったな。そう、これがタイニードールズ、これですね、オランダの生産者さんです。で、今回はそうなんですよ、大人買いしたんです。この子一株、ピンク系ですね。で、それからこちら赤系ですね。めっちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛いですね、これね。そう、お花がね、なんか下向いちゃったりとかね、なんかちょっと不揃いなんですけど、咲き方がね。でもそんなことどうでもいいです。あー、可愛い、めっちゃ可愛いこれね。で、あとこの子が紫、ちょっと小さめなんですよね、花がね。でも色がいいですよね、可愛いですよね。で、今のところなんとか丈夫に育ってくれてて、つぼみもですね、ぼちぼち咲き揃え始めてますね。で、私この子たちを飼うことができてすごく嬉しいです。大満足です。そう、大満足なんですが、ですね、ちょっと去年は気がつかなかったいろいろなことにちょっと気がつき始めまして、こちらのちょっと撮ってみましょうか。この子ですね、買った時にはすでにちょっとかびてたんですよね、この辺がね。で、今は消毒してシナモンのパウダーをかけてあるんですけど、なんでかな、どうしてカビてたのかなと思ってたら、ここ根っこが切られてるんですよね。反対側は大丈夫だったかな。そう、そこがカビてたんですね。で、他の子たちも結構根っこが途中で切られてるんですよね。ここもここで切れてますね。で、想像してみたんですけど、やっぱりこう根っこがこうやって鉢から飛び出してたりすると見た目が悪いからきっと切られちゃったんだろうなって思って、それがちょっとショックですね。株にとってはそんな切られちゃうなんてすごく辛いことですよね。そこから病気になっちゃう可能性も高いですしね。
でこの子とかはもう下が黄色くなっちゃってますけどね。で中はどうなっているかというと、この VG オーキッドさん の、 あの特徴的な鉢なんですけど、これはですね、ここに水をあげると下にお水が溜まるようになっています。でそれであの湿度を保つっていう感じで、で排水はここからします。こうやってやるとあのお水が出ますね。こういうのを去年もあの採用されてましたね。でこの子は根っこはあまり多くないんですよね。株として元気なのかどうなのかちょっと不明なんですけど、お花の可愛さにつられて買ってしまいました。すいません、いやすいませんってことはないです。うちに来てくれてありがとう。なんとか丈夫に育ててあげたいと思います。でこの子はですね、まあお花的にあっち向いたりこっち向いたり、決してこう見た目のいい子ではないのですが、根っこはねこの子が一番よく出てます。こんな感じで、あーすごいいい根っこがたくさん。この子丈夫に育ってくれるといいな。また来年もお花を咲かせてくれたら嬉しいな。よいしょ。そうでこの子も根っこがいまいちなんですよね。あーちょっと黄色くなっちゃってる。大丈夫かな。少ないですよね根っこがね。大丈夫かな。この子もなんかお花が可愛かったので買っちゃったんですけどね。つぼみが梅干しのようになっちゃってますね。このこれね、残念。この子とかはもうお花終わってますね。このつぼみが咲いたら少ししたらもう掛けを切ろうかな。株をちょっと休ませてあげて来年に備えたいと思います。はい、今日はこの、タイニードールズシリーズの紹介でした。ではまた。